シュート第4分3番でここまで際を置いたのは荒井隆弘でした。3対2大事なところでしぶとい当たりでした。追い込まれていくんですね、野村さん。ちょっとストレートですけどね。前進守備だったのでどうかというところですが、まずは厳しいコースですね。そうですね、見逃せばボールじゃないかっていうぐらいね、極めるコースですけども、よく打ちましたよね。はい、